ございます。お待たせしました。おはようございます。眩しい。眩しいですね。いい天気。いい天気。目赤へんねんけど何ですかカメラは。あ、ちょっと今日は、質問に答えていただこうと思いまして。質問。そう、先日インスタで質問募集したと思うんですけど、はい、それでちょっと22個の質問に答えてもらおうと思います。22個の質問に答えるんですか、はい、なんで22個。年始一発目の動画なんですよ、こちら。あ、これが。そう、明けましておめでとうございます。あ、明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いします。一発目が。そう、これが。なんかもう早すぎてよくわからん、そして一発本いただいたので、本当に来てた。スクロールが毎度のことね、うん、最後までいかないぐらいたくさん来てたんですよ、うん、で、見て、あの、さやさんにパスしましたで、さやさんが選んでくれたので、私も、はい、分かりませんが、22個答えていきたいと思います。はい、イエーイいつも突然始まる質問コーナーだからね。そうだね、ちゃんと設けます。そう、一発目はちょっと気合を入れて頑張りたいと思いますはい、では早速いきたいと思います。イエーイでは早速いきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではよく作るお料理ベスト3を教えてください。うーん、麻婆茄子チキン南蛮ライス。理由は好きだから、はい、仕事で夜遅く帰った日の過ごし方を教えてください。仕事で夜遅く帰って、かつ仕事して遅い日あるじゃないですか、家で仕事して遅い日、うんうん、なおかつね、うん、かつは、はい、夜中の3時とかまで以内だったら絶対に、あの、毎日している、あの、ルーティンの半身浴は欠かさない。うん、なんか汗かきたいとかっていうよりかは湯船に浸かってぼーっとしたいんですよ、はいはいはい、だから絶対最後までパソコン触っちゃって画面見ちゃってるから、そういうのをリラックスさせるためにお湯に浸かる。30分から45分は、はい、まあそれは毎日のルーティンなんですけど、それは絶対やるかな。で、シェリーと遊んで寝ます。K-POP 好きなんで、ひたすらとか、なんか可愛い子供のやつとか見ます。あ、お家でも見てたね、うん、今使ってるシャンプーは何ですか今使ってるシャンプーはオージュアがメインです。ピンクのやつ、オージュアの使ってます。はい、では次、人生の究極の選択をするとき、直感を信じるか、それとも論理的に動くか、どっち。直感。お、まあ、何かによるけど、結構直感タイプなので直感を信じるかも。うん、です。はい。はい、で、ちょっと、はい、次、しっかりめ。はい。仕事でうまくいかなかった時、うん、どうやって気持ちを切り替えてますか。主婦の方落ち込んだ時ってこと。そうそうそう。仕事でうまくいかなかった、まあ、内容にもよると思うし、どんなシチュエーションかもよる、シチュエーションかにもよると思うけど、私の場合はじゃあなんかちょっとうまくいかなかったなとか落ち込むことがありました。その時は
もちろん落ち込んでいいと思ってて、なんかそれを無理になんかポジティブになんかこう元気にしようとか、なんか切り替えようじゃなくて、あなんか悲しいなとか、なんでこうなってしまったんだろうってことを一回考えて、なんて言うんだろう、気持ちも沈んでしまったりとか、じゃあ泣きたくなったら泣いたりとかっていう感じで、ちゃんとそれを受け入れる、なんかミスとかも受け入れて、でもなんか次の日になったら、あの、落ち込んでるしみたいな、なんか、あ失敗したしみたいな感じで仕事に行くっていうよりかは、あ昨日こうなってしまったから、じゃあ今日は挽回できるようにやろうとか、なんかそういう感じ、切り替えも大事やから、その日はちゃんとしっかり自分の気持ちに寄り添う、でも次の日からは切り替えてなんかやらないと、なんか多分引きずっててもなんかうまく失敗しちゃったりとか、そんなマイナスな気持ちのままなんかその仕事ってちゃんとできない気がするから、私はそうやって結構マインドはコントロールする。でもなんか結構ポジティブに見られるけど、なんかずっとずっとポジティブってわけじゃなくて、なんかちゃんとそれをなんでそうなってしまったとする、もちろん落ち込む時もあるし、でもなんかその落ち込み方もなんか引きずりすぎるのも、なんか落ち込まなくても、あもう別にそんなもう終わったことやしとかっていう切り替えっていうよりかは、ちゃんとその理解はして反省はちゃんとしてっていう感じ、ステップは踏むかなって感じで、トライアンドエラーですね、はい、です。何でもできる能力があったら何をしますか？どこでもドアを作ります。タケコプターじゃなくて、うん、空飛ぶのは、まあ、飛行機乗れば感覚が味わえるから、スキューバ何空飛ぶダイビングのやつ、はいはいはい、スカイダイビングすればいいから、うんうん、じゃあね、そんなことよりも移動を早くしたいから、どこでもドアを作るという機能を作って、どこでもドアを考案する。過去の失敗などを思い出して落ち込んだりしますか？しない、うん、まあ、うん、なんかそういう場面になった時は、あ、うん、あの時はこうだったから気をつけようとか思うことももちろんあるけど、うんうん、何もない時にそんなの思い出して、うん、ふーんみたいな感じで落ち込んでマイナスになるってことはない。はい、じゃあストレス発散方法は何ですか？食べる、寝る、喋る。3つのる、はい。じゃあ葵ちゃんのモチベーションは何ですか？モチベーションな、モチベーションってよく聞かれるんですけど、うん、なんか言葉に表すの難しいなって思うけど、うん、客観視すると、うん、多分なんかこういう風になりたいみたいなことを結構さやさんだったりとかチームのみんなにこうやってこういう風によくしたいんだとか、うんうんうん、こういうことチャレンジしてみたいんだとか、こういう風になっていきたいんだみたいな、うん、その言葉に出すっていう、それがじゃあどうそうなるにはどうしたらいいかっていうことでモチベーション、自分のこう、うんうんうん、あこういうなんか何でもいいけど、ちょっとしたことでも口に出すようにして、それを一個一個なんかレベルの高い目標だけ口に出すんじゃなくて、なんかここまでにこういうことをしたいみたいな、その叶えられそうなことも口に出して、それを叶えたら自信になるじゃないですか、ちょっとだけ、うんうん、でそうするためにはどうしていけばいいか、そうそうそうっていうモチベーションがワクワクするよね、そうそう大事かなみたいな、なんかこうやっぱりこう大きい目標が叶わなかったってもちろんあることもあるし、だけど、うん、その大きいことだけで落ち込んだりじゃなくて、ちっちゃいことからコツコツでモチベーション多分上げていくタイプやから、うんうん、もちろん食べたり、うん、あの友達会ったりこう喋ったりみたいな、うん、寝たりとかそういうシェリーと遊んだりみたいな、そういったこともモチベーションの一つやけど、うんうん、マインドとしてだったら、なんか言葉に出して、うん、なりたい自分を実現させていけるように、うんしていく、うんうんうん、のが結構モチベーションかもしれない、うんうん、一緒に結構逆算するよね、うん、こうするためには何を今するべきかとか ねとかこういう撮影がしたいなみたいな、うん、とかして、それが撮影できたら、あこういう経験ができたっていう、うん、なんか経験も結構モチベーションになってるかもしれない、はい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 、なんかこういう風になっていきたいなっていう、それいいね、うん、過去をプラスに振り返るみたいな、そうだね、うん、なんか理想を描いて、うんうん、なんかこうこうこうクリアしていけたら、うん、っていうところをクリアできた時の達成感とか、うん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 、っていうのはモチベーションになってるかな。そうですね、はい、ちょっと言葉に表すのは難しいですね、難しいモチベーション、はい、でもそんな感じ、うんうん、いいと思います、はいはい、彼氏への誕生日プレゼント、葵ちゃんなら何を渡しますか？なんかどんな彼氏かと、うん、どれぐらい付き合ってるかととか、うん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 、ちょっとそれによって全然違うと思うけど、うん、彼氏の誕生日は何か身につけられるものがいいかな、あ記念のもの、いいね、なんか、うん、ファッションの小物か、うん、なんかこう
身につけてもらえるような、なんか形に残るものかな、なんか年齢がいってきたらっていうか、長い間付き合ってきたらさ、プレゼントあげるものとかもなくなってくるから、確かにそうなったら私は聞くんですけど、何欲しいみたいな、もうダイレクトにそう聞いちゃうとか、あとは旅行プレゼントとか、ちょっと大人になったなという感じですけど、そういうプレゼントだったら、はい、そういう感じですかね。はい、では次、よく人に驚かれることは何ですか？はい、人に驚かれることは、あのね、インスタの写真しか見てなかった人、YouTube はあんまり見てないみたいな方は、あのめちゃくちゃ喋るんですねっていう、おしゃべりが大好きなことに驚かれる。確かに。なんかそう、写真って過去つけてるやつばっかやからさ、なんか例えばクールなイメージがあるように思ってくださってたみたいで、正直会った時にそれが真逆すぎて驚かれる。なんかそんな感じみたいな、こんな感じみたいな。確かに位置聞いたら銃喋るタイプですもんね。そらしおしゃべりやなっていうのにびっくりされます。はい、はい。洋服を買うときに選ぶポイントはありますか？洋服を選ぶときポイントは、まあ、結構ビビビッとくるかが一番最初に大事で、なんかあこれみたいな、でその後はサイズ感とか素材感とか、で自分の体のバランス に合うかとか着こなせるかを見る。でまずデザインから、ね、の直感が大事。直感それを着たいっていう気持ちがまずビビビってきたら大概買いますけど、あとはまあほんまによっぽどの、何て言うんだろう、サイズオーバーだったりとか、なんか触ってみた時の素材感が例えば肌に合わないようなものとかだったらやめちゃうけど、それが結構もう直感で買いちゃいます。はい、はい、じゃあ続きまして、はい、嫌いな食べ物は何ですか？グリーンピースとかひよこ豆とか、豆類は苦手です。食べれる豆もありますが全般無理。はい、です、はい、ちょっとコーヒー買います。カフェラテホットを買いました。はい、ホットがある。あ、美味しい。では続きまして、早速ですが、はい、直近で泣いた映画は何ですか？泣いた映画は七番坊の奇跡っていう、なんか韓国の映画なんですけど、もうブエってなるぐらいめっちゃ泣く。見るのは 2,3 回目なんですけど、ほんまになんかそういうネットフリックスとかそういうのに出始めた瞬間にか、DVD を借りてみたんですよ。結構もう関西にいる時やから5年前ぐらい見て、もうめっちゃ泣いて、みたいな、みたいなって、本当にいいお話だから見てほしいんだけど、でそれが最近またネットフリックスかフールか忘れたけどあって、あ、久しぶりに見てみようと思ったら、もうその時みたいに話知ってるからさ、余計なんかいろいろもう先分かっちゃって、なんかもうなるよねってなりました。ありがとうございます。はい、好きな言葉や頑張るときに思い出す言葉はありますか？好きな言葉は結果より経験っていう言葉をめっちゃ大事にしてるんですけど、もちろん結果が伴って良ければいいけど、なんか結果に追われすぎないで、それをなんかそうなりたい、例えば結果まで頑張る過程が大事なんだよっていう言葉を言われた時に、なんかすごい心に刺さったっていうか、東京出て結果を出すっていうことよりも、それをなんか親元を離れたりとか地元を離れて自分で頑張るっていう経験が何よりも葵にとって大切になるから、頑張りやみたいな感じで言われて、こうなんか頑張る時とかなんか詰まったら思い出す言葉。いいですね。とかあとはなんか送り出してもらう時に、その時働いてた時の上司に言われたのが、なんかやっぱ葵には葵にしかできひんことがあるから、なんかそれを信じて自信を持ってやりなさいって言われた言葉はめっちゃ腐ってきたっていうか、なんかシンプルやけどがすごいこう頑張ろうっていう気持ちになったっていうか、自信になりましたから、そういうのは思い出すかな。誰にでもできる仕事とかじゃなくて、自分にしかできること、それは本当にどんな仕事でもそう、私もそっちから考え方だし、どんな職種でも、どんな人でもそれは言えることだから、そうそう、私だからっていうことじゃなくて、みんなそう価値があるから、それで頑張ってほしいし、頑張りたい。
はい、ではちょっとこの後ズームミーティングあるので、はい、今ちょっとその準備ですね。はい、はい、じゃあそれまでの間ちょっと、はい、変わらずにちょっと質問させていただきたいと思います。了解。はい、いきます。はい、1つ目、じゃじゃん、じゃじゃん、好きな、最近好きなおやつは何ですか？最近好きなおやつは、うん、あの最初に食べたじゃがりこ、黒いじゃがりこの、あのトリュフ味のやつ、なんかちょっと真っ黒なじゃがりこがあるね。それがトリュフ味で、一口目食べた時はトリュフっていうかじゃがりこやねんけど、うん、なんか止まらへん、気づいたらなくなってましたハマってます。はい、はい、朝起きて一番に何しますか？朝起きたら、おいよシェリーちゃんって言って、うん、シェリーがおはようってことも好きなんですよ。分かってて、朝っていうことが、うわーって起こしてくるから、おはようおはようってして、真っ先に洗面所に行きます。はい、変わらない。はい、変わらない。お手洗いとかする。はい、お手洗いです。はい、です。10年後の自分はどうなっていたいですか？10年後やから、今24でしょ、うん、なんつと、うん、でしょ、でしょ、34歳でしょ、そう。多分、うん、結婚はしてたいから、うん、結婚して、うん、子供一人はおるかなみたいな感じだと思うんですけど、うん、私は結構働きたいタイプやから、うん、子育ても仕事も、うん、みたいな感じでバリバリな人になってたい、まあ、相変わらず忙しい生活をそうしたいわけね。忙しい性格やから忙しい方が多分向いてるから、うん、ゆったりしてる方が何していいか分からなくなっちゃうって気づいたのよ、うん、今まで人生を振り返ったら、うん、結構多分こういう感じでいつも走ってた、ねうん、から多分この先、うん、この先50年後も多分こういう感じなんで、うんうん、バリバリしてたい、はい、から働く母ちゃんかっこいいってなってるように頑張りたいと思います。なるほど、はいはい、じゃあ最後に、はい、ズバリ2022年の抱負を教えてください。これ最後の質問？そう、22個ってあっという間やね、うん、抱負はですね、はい、荷物で表すと、うん、ズバリ挑戦です。書いたいけど。ありがとうございます。習字で書いたいけど、合ってるかな？漢字間違ってたのしよう。でも挑戦っていうのが自分の中のなんかキーワードというか、なんかコロナだったりとかでやっぱここ数年は思うようにできないこともやっぱいっぱいあったから、なんかこうそれまでにじゃあどうするかっていう、なんか今できることをやれるような力はついたから、次はどんどんなんかこうチャレンジしていくことを。なんかこう見つけていきたいなっていうのは思ってて、うん、だから自分のやったことないジャンルのお仕事だったりとか、なんかこうやってみたいなって思っててまだやったことなかったことだったりとかを、なんかちょっと足を踏み、今のもちろん現状維持プラス右肩上がりになれるように、うん、今以上のことを今やってることはするのは当たり前なんですけど、それ以外のところではなんか失敗してもなんかこうチャレンジするっていうことに踏み入れる年にしたいなと思っております。はい、はい、なんで頑張っていきたいと思いますので、 YouTube の方も皆さんよろしくお願いします。なんか面白い企画だったりとか、私のチャンネルでしかできないようなことはもっともっと追求していきたいと思うし、チームのみんなとなんかこう見やすさだったりとか、なんか面白さ、なんかこうなんかドッキリで面白いというよりかは、なんか私のチャンネルはまた何て言うんだろう、そういう面白いではなくてためになってもらったりとか、なんか私っていう、まあ、伊原葵っていう存在をなんかもっと身近に感じてもらえるようなコンテンツというか、まあ、YouTube にしていきたいなと思ってるので、チャンネル登録の方とあのグッドボタンの方とかあのコメントとかあの見てますので、あのぜひ、2022年もたくさんしていただけると嬉しいなと思います。はい、はい、企画すごい、私、まあ、YouTube が一人なので、まあ、なんかもっとコラボだったりとか、あのいろんな方と私っていう感じでこう楽しい動画ができたらなと思ってるんですけど、なかなかね、うん、あの難しいのね、なんかそういうところ慣れてない感じがするので、うん、なんか見たい企画とかあればぜひ、これ一発目の動画になりますので、うん、あのコメントとかでぜひリクエストもねお待ちしてますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では以上になります。質問か、はい、質問答えてくれてありがとうございました。選んでもらってありがとうございました。そしてコメントもありがとうございました。私は25歳の年だね。20代真ん中だぜ。真ん中だね。あー、気づいたら25歳やで、ね、わー、大人、20歳できたから5年目、うん、あ、何割りだろう、思います、全然抜けない関西弁。はい、はい、ということで皆さん、1本目の動画はこんな感じでしたが、私もよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ